気をつけてくださいね。お、ホームレスの人向けの炊き出しか。本当にありがてえよな、これ。おい、あんた、炊き出しってのはな、ホームレスのためのもんなんだよ。は？いや、別に俺はもらいたいわけじゃねえよ。あんなに見てて、しらばっくれんじゃねえ。待てって、違うって言ってんだろ。寺門さん、そこまでにしといた方がいいって。お腹が空いてイライラする気持ちもわかるけど、それより炊き出し並びましょうよ。このアマちゃんが。炊き出しってのは俺たちの生命線だろ。おい、落ち着けって。ああ、元はといえばてめえのせいだろうが。危ない。おい、大丈夫か。邪魔しやがって。今度こそ行くぞ。ぶっ潰してやる。負けねえぞ。よし、行くぞ。すみませんでした。それじゃあ。おい。お。お。マジか。あの。ありがとうございます。
はあ。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ。いえ。
ありがとうございます。ありがとうございます。
お。ありがとうございます。いや。マジか。
いえ。大丈夫か、クロイ。クロイさん、大丈夫ですか。ごめんなさい、ごめんなさい。私のせいで皆さんを危険な目に遭わせてしまって、本当はもうあの人への愛なんてなかったのに、暴力が怖くてその事実から目を背けて、でも一生懸命変わろうとしてるクロイさんを見て、私も変わらなきゃって思ったんです。なのにこんな迷惑かけちゃって。白川さんのせいなんかじゃないよ。それより君の方こそ大丈夫？私は大丈夫です、慣れてますから。ごめん、もっと早くに気づいてあげられなくて、今回改めて分かりました。僕まだまだ一人じゃ何もできないんだなって。だからこそ白川さんに聞いてほしいことがあるんです。私に？僕はまだ中途半端な男で、君を守れるような立派な男じゃありません。だから僕変わります。ダメなやつだって諦めてばかりの人生だったけど、もう自分を諦めない。絶対に変わってみせます。ちゃんと仕事について一人前の男になって、君にふさわしい男になって、必ず幸せにしてみせます。だからそのそれまでの間、僕を待っていてもらえませんか。ごめん、虫が良すぎるよね。僕なんかと違って君には未来があるのに。その未来には黒井さんと一緒にいる、なんだかそんな気がします。え？私待ちます。だからその時が来たらまた映画誘ってくださいね。はい、絶対に誘います。絶対に。
あいつらの未来明るくなりそうだな。頑張れよ、クロイ。